この豆腐屋うかいさんで、食事をする、そのありさま、うん、一品一品、食レポしつつ皆さんにご紹介したいと思っています。いいだこ、いいだこ、うん、うん、うん、炊き具合は柔らかくて、うん、まあ、和食のこう、なんだろう、究極の、うん、なんかこう、お店とかでいただいたりする経験あると、うん、なんか世界でやっぱ一番すごいお料理なんじゃないかなと思いますね。世界中ね、新さん旅されて、いろんなところのね、でそれぞれが美味しいんですけど、うん、やっぱり今日本の食文化っていうのはやっぱりこう分解したみたいになってきたじゃないですか、うんうん、これから世界中の食文化を日本化していくと僕は思うんですよね。やはりこの香りはこの香りはもう香ばしい香りが、ね、ただいま中庭で焼きたてでございます。はい、始まりました。嘘に食べんな、もう音聞こえる、うん、あのねシャク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 うん、あ、なるほど。ネギをたっぷりって言ってた意味がよくわかりました。ああ。